東京臨海副都心大海日本科学未来館日本科学未来館は東京都江東区大海の国際研究交流大学村内にある科学館である2001年7月9日に開館科学技術振興機構が設立当初運営は財団法人科学技術広報財団に委託されていたが2009年に事業手分けの対象となりその運営方法が見直され 現在は、科学技術振興機構の直轄運営となっている。など、科学技術と人々との交流をコンセプトとし、多様なバックグラウンドを持つ科学コミュニケーターなどのスタッフが在籍している。また、科学コミュニケーションの手法開発、科学コミュニケーターの育成、排出も主な事業として行っている。2017年11月、世界科学館サミットを主催し、 98の国と地域から828名が参加した。2020年4月13日、科学技術振興機構は開館以来館長を務めて、北、森守が2021年3月末で退任すると発表した。公認の館長は IBM フェローの浅川千恵子である。2009年1月に日本初の全編集。 超高精細立体視映像システムであるアトモスが導入され、メガスター2コスモスと連動したオリジナルのプログラムを上映している。これらの施設の一般利用に対して入管料金は発生しない。小学生未満、障害者手帳所持者は、無料土曜日の18歳以下、敬老の日の65歳以上など、特定日の無料開放あり、団体料金は8名以上で適用される。 入館自体に料金は発生しない。3階と5階の常設券に入る際に発生する。チケットブースは館外のエントランス近くにある。ありがとうございます。